動画をご覧いただきありがとうございます。今回は1980年代当時もののデカ金消し、株式会社丸越さんから発売されたシリーズの第7弾 G 型のノコギラーマンを塗装しました。本編での活躍はほとんどなかった読者投稿超人、図鑑カラーを参考に塗りました。当時もの第7弾のデカ消しに封入されていたブックレットです。7弾は読者投稿超人で構成されたラインナップ。今回のノコギラーマンをはじめ、スプレーマジン、フォックスマン、マップマン、ゴッドシーザーなど、本編での馴染みがなくてもこの金消しで遊んだ記憶はある80年代キッズも多いのではと思います。まずは塗装前の状態です。汚れ、黒ずみありましたが、傷や損傷はなく、形はきちっと保たれていたため、そのまま作業を進めていきました。事前準備として、こんな工程で塗装前の下処理をしていきます。煮沸して形を整え、表面のほこりや汚れを取る。ベンジンに漬け込み、可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させてミスタースーパークリアつや消しを吹きつけて塗装下地を作る。そして塗装です。最初のカラーは下出るカラーのコントラストグリフチャージャーグレイ、濃い銀色を塗る箇所の下地バシリカヌムグレイです。ノコギラーマンのメインボディの下地色にしました。ノコギリの刃の部分は銀色に塗ります。その下地はアポシカリーホワイト、こちらは目の部分の下地にもしました。最近はフィギュア塗装でこのベース・シェイドの両方の機能を合わせ持つコントラストカラーを下地に使うことが多くなりました。こちらが今回のノコギラーマンの塗装で下地などで使用した塗料、下出るカラーのコントラストとパレホのゲームカラーです。肌の色は2種類の塗料を重ねて仕上げます。まずはパレホのゲームカラー、グレイシャーブルー、これを金消しの地に直接塗りました。粘性の高い隠蔽力の強いカラーです。水性アクリルの下出るカラーとパレホを併用して塗りました。ノコギラーマンはカナダ出身、ノコギリがモチーフの超人で、超人強度は70万パワー、全身の丸ノコを使った威嚇も含めた攻撃が得意、脚部にも装備しているためガニ股姿勢をとっていることが多いとされています。上塗りに入ります。こちらが上塗りで使用した塗料です。今回の塗装にかかった時間は約60分でした。メインボディの上塗りはアイアンウォーリアー、下出るカラーのベース塗料、メタルカラーで顔料多め隠蔽力の強いカラーです。ナイトロードブルー、こちらも下出るカラーの隠蔽力の強い塗料、濃い青藍色に近いカラーです。ブーツとパンツに塗りました。ノコギリの刃の銀はアイアンハンズスティール、刃の裏など塗りづらい箇所もありましたが、下地を塗っておいたおかげでスムーズでした。デカ消し、デカ金消しは1984年から86年頃、第1期のアニメ「キン肉マン」ブームにあやかって展開された、通常の4センチ程度の金消しよりは一回り大きい約9センチサイズのゴム消しで、丸腰製のものは各段約10体で全12段まで発売された、キン肉マンのフィギュアシリーズでした。目には下出るカラーのコラックスホワイトを入れました。
肌の上塗りです。シタデルカラーのシェードカラードラケンホフナイトシェードを水で溶いて薄めた状態で染め塗りしました。ノコギリの刃やボディ部分の仕上げ、質感と陰影を出すためにシェードカラーのナルンオイルという塗料を使いました。塗装後はソフト救急コーポレーションのボデーペン、クリアを吹き付けて乾燥させ完成。これがトップコートになります。図鑑でのカラーとは少しカラーリングを変えて塗ったノコギラーマンでした。当初想定よりも色塗りしてみるとメタルカラーが効いた仕上がりにできました。塗装後がこちら。というわけで今回はデカ金消し第7弾からノコギラーマンの色塗りでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。